新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染のリスクと向き合いながら懸命に仕事をしている人たちがいます。今日は家庭ごみの回収を行う福島市のごみ収集の現場を取材しました。ごみ収集が始まりました。こちらの班は1日80カ所以上回るということで、感染者が出したかもしれないごみも回収しなくてはなりません。新型コロナウイルスの感染拡大、それは働き続ける多くの企業にも感染拡大のリスクをもたらしています。ゴミ収集の作業員も例外ではありません。使い捨てのティッシュとかマスクとかがやっぱ出てると感染する危険があると思うので、ちょっと怖いなという思いではやってます。感染者が触れたゴミ袋に触るだけではなく、袋が破けて中身が出てしまっている場合もあり、常に感染のリスクを負いながら仕事と向き合います。これはゴミ収集車の中でゴミ袋が破裂する音。ここにもウイルスが飛散する可能性が。車の中にゴミがいっぱい溜まってしまうと、袋の空気が抜けて自分たちの方に帰ってくるというか、そういう破裂が起こりますので、やっぱできればゴミ出す際に袋の空気を抜いていただいて縛っていただくような形にしていただけると私たちはありがたいと思います。感染リスクを減らすため、ゴミ収集を請け負う業者は消毒を念入りに行うなど、それぞれに工夫しているといいます。手のひら、手と、あとハンドル、ギアノブ、ドアとか、そういうところを注意しながらやるようにしています。しかし感染を防ぐにも現場では厳しい状況が続いています。うちの従業員は60名ほどおりまして、1日60枚ほど使用しております。今これしかありませんけれども、個人でも用意していただいているんですけれども、できれば医療従事者と同じく用意していただければ助かります。こうした状況の中、私たちに求められているのは、ゴミの出し方のルールを守ったり、出し方を工夫することです。マスクとティッシュを捨てる場合ですね、小さめの袋に入れていただきまして、このように空気を一旦抜いて抜きます。その後、縛って縛ります。で、通常通りゴミ袋に入れてもらうんですけども、その際も少し空気を抜いていただいて縛っていただければ感染予防につながると思いますので、こうすることで袋の破裂を防げます。消毒等でかなり気をつけて作業しておりますけれども、市民の皆さんにもご協力方よろしくお願いいたします。はい、先ほどゴミ袋の空気を抜くなど説明がありましたが、他にもゴミの分別をきちんと行うですとか、ペットボトルの飲み口を洗ってから出すなど工夫できることは他にもあります。はい、感染拡大を防ぐためにですね、一人一人が意識をしなければなりませんね。はい。